皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年10月27日、14時8分、昨日の報道ステーションでですね、交通事故で亡くなったのか何なのか知らないですけども、何か亡くなっただとか、映像をねしっかりと、記録していなかった場合、それもだいぶ前から何回もその映像流れてるんですよ。その放送ね、昔から交通事故も同じ、極端な内容とかは、全く同じ映像は、何十年も前の映像とかまで、出してきて使ってるのが、報道の実態で、途中でね、だいぶややこしいんですよ。最初の写真は、芸能人の、指原っていう元 AKB か何かのグループでいたでしょ。で、最初の写真は今のテレビに出てる顔じゃないんですよ。で、その後に出てきた写真は指原っぽい写真なんですね。で、ある程度人間の顔が変わったりするから、もともとすごく顔をよく作り込んだ時の顔が最初の写真で、2枚目がだいぶ崩れてきて、で、現在の顔になってるのかもしれない。本当に人が亡くなってる件であれば、多分、その人間の、写真、指原の写真は使わないと思う。遺影の形で。顔が似すぎてるから。で、これをテレビ局で死んだことにして、それ理由でテレビで稼ごうとしていた勢力がいっぱいいるの。だ、死んだことにしてテレビ出るなしよって、もうこれはもう決まってるの。昔から。法律で。あと名前変えるの禁止。偽名。その僕の子供の頃なんかもう、名前偽る人間なんか、詐欺の始まりやっていうことでね、世間ではしっかりと通ってましたよ。学校とかでも。習ったはずですよ。虚偽の真実なんか裁判所でしたら10万円の過料か即逮捕やで。国会で嘘なんかついたら偉いことになるよ。まあ今日ちょっとね、我が天下というゲーム内で、まあアスナというプレイヤー名で、こちらに喧嘩を売ってくるようなことを言ってた人間がいて、で、もう文章見たらわかるから、多分こいつ来て喧嘩売りに来たやろうって。で、そいつも、もうそいつって言ってますけども、僕より年上かもしれない。で、もう実際ね、なんかわからないから芸能界。嘘だらけで。偽名とか名乗ってるから。そういう奴らが多すぎて、本当に。で、僕より年上だったら年上で、余計、なおさら、立ちが悪い。年下だったら年下で、それはそれで、許せん。テレビに出ていい人間と悪い人間をしっかりと区別つける。これで若手に新しいポストが開く。そういうこと。以上です。で、今回その昨日のニュースの映像で出てきた内容で、僕はずっと言ってるんですよ。AKB グループとか、サカグループとかで、下着以上の写真集を出してきた人間はもう全員テレビ出たらダメだぞって。これ言ってます。各テレビ局が今まで守ってたかどうか。高島彩宛ての SD カードで私は言ってます。BPO が動いてなかったら BPO はお金差し押さえられる方。世間乱してるんだから。エロ業界イコール暴力団、性暴力団っていうことになってる。もともと大手銀行とかキャバクラとかが開いていた。三井銀行。それを淡井圭介の20歳過ぎの頃にばらされて三井住友が合併っていう形になったんですよ。これは本当の話。事実だからね。本当の話が逃げたらあかんよ。で、今度はもうもっともっと1956年に売春防止法が出来上がったもんだから、政府上層部とか経済界とかの大物と呼ばれてる人間は大体エロ業界とつるんでいたりしたんです。ね、もうみんなドン引きでしょ。まあそのドン引きのドンもね、狩猟と書いてドンって書くんですよ。ね、どういう意味なのかね、日本語に当てはめると。もうなんか暴力団とかのね、そのトップみたいに聞こえるでしょ。で、この間まで工藤会の野中悟ってずっとニュースで言っといて、本当は野村証券の野村総裁、
で、その親族は弁護士とかになってるんだから。昔から捕まってるとか捕まってるの、もう大企業とかなったらもう大体捕まってるの。で、本当はテレビ局も一回全部クローズしなきゃならなかった状態、本当に。あんだけエロ業界の人間つるんでたんだから。全員暴力団。5年以上仕事させられん。本当、裁判所の裁判官でその発言が出たら、もうそうなる、認定されたら。で、そうしなきゃならない、この世の中。そうじゃなかったら、裁判官が、え、性暴力見逃すのっていう話になる。そんな裁判官現れたら、他国の方で国際司法裁判所で裁判してもらうから、その裁判官に、慰謝料とか払わせてって。もちろん弁護士、裁判官のバッジもお取り上げ。弁護士とか法曹界、絶対無理だからって。法律業界のこと、法曹界って。頼むから。世界中の首脳に。日本の政府とか通して。これで日本の政府も動きやすくなるんです。なぜこんなややこしいことしてるかっていうと、案外国会議員の娘とか息子とかがテレビ局に出たりしてるんですよ。もう自然と僕 もう目線がもう向こうに行っちゃった方が今。呆れるでしょ。で、党があるでしょ。自民党さんなんかね、日本全国で大きな党でしょ。議員、各県議員とか、各都道府県議員とか、各市議会だとか、そういったところの自民党議員の人全員集めた1000人ぐらいとかいるでしょ。都道府県の知事、市長も議員ですよ。で、正直、外部から僕みたいな人間はね、僕は自民党の人間じゃないですから。かといって立憲民主党の人間でもない。で、もうこれも笑い話みたいな話になってしまいそうになるんですけども、自民党を、あれ略して言ってるだけ、名前フルネームは自由民主党なの。そこから民主党と分裂したんです。もともと一つの党、これ本当のところ、何がバレてこれ分裂したんですかの話、本当に。何理由なんですかって。これいろんな人に話聞いてたら、みんないろんな話出てきて、もう何が原因か分かんなくなるから。本当に。もう聞いてるこっちもややこしいから、もう自分たちで決めてもらいますって、どういうような理由で、本当に分裂したのかって。もう今もう笑いこらえてる方、本当に。民主党だと立憲民主党なんかなって、僕ももう意味が。透明なんかもうコロ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 書いたら、海外の人なんか絶対わかんないですよ、本当に。お隣の国とか、さすがにアメリカのね、あの共和党と民主党ぐらいみんな知ってると、あの多くの人が知ってると思いますよ。で、けど、これ日本人全体で見たら数パーセントとかそれぐらいだと思いますよ。本当に。本当に仕事むちゃくちゃな労働させられてるとき、アメリカの党覚えてないってなるから、本当に。本当に自分のことだけ、本当に精一杯になるから、本当に。いや、本当に命がけで仕事僕もさせられてた時あったから、本当に。資料株式会社、僕たちの労働力っていう、一時停止。もう、僕たちの労働力が資料株式会社についてのところで僕が言ってるところの内容聞いたらびっくりするから、本当。会社からの指示で、雪積もってるのに、チェーンも買ってくれなくて、会社が用意してくれなくて、自分で買えとか言い始めて、供託金とか盗っとしやがって、会社が、本当に。そんなことじゃ絶対捕まるから、会社の方が捕まってるから、社長。こっちも何百万と払ってもらわなあかん立場やから、本当に。で、何させていたかって言ったら、ね、山の中でしょ？山の中で灯油の巡回販売してるでしょ？坂下がって、ね、次の角曲がって、また坂登ってって、こうずっと列に並んで、家が住宅地が建ってるでしょ。それ、雪の中ね、滑りながら、進んでいくんですよ。それ、白って言われるんですよ、店長から。家の前とかで雪かきしていて、道路がちょっと見えてるところあるでしょ。そこ目がけて滑り降りていくんです。ブレーキ効かないんですよ。
タンクローリーですよ。それ本気でさせるんですよ、その会社。それは捕まるでしょ、話聞いたら。で、そこまで、賃金叩きとか行っていた、その黒幕は何かって言ったら、結局政府やんっていう話になってくるんですよ。いらん法律いっぱい作ってるから。歩合に給出来高、全部いらない。人材派遣業法もいらない。で、あとはこのアスナって言ってたキャラ、まあ、名前だけアスナで、本当は声優じゃない可能性もあると。で、建設業界と組んでたかどうかとか、議員とか、あと警察官とか、警察官もだいぶもう横領と組んでしまってる。ほとんどの警察官。すぐに精神病院にさせようとする警察官。本当に。そしたらダメだから。国民の税金多く使われるから。一月で100万以上請求してくるから、精神病院って。本当に。もうほとんどそれ税金。そんなことで身勝手に警察官が判断するんだったら、って。だから警察官からしたら、ね、自分たちが仕事を辞め、働いてない時間帯は民間人なんです。だからその間に民事、不介入なんか無視して裁判したらいいんですよ。それできるから、本当に。警察官の服装、制服持ってる人だけが警察官ですよ。現行法規と現代日本法規見たらわかる。だから法による支配じゃなくなってる。法による、支配というよりも統治ですね、統治。法による統治。まあ、だからもう、僕も言い間違えたりするときありますんでね。まあ今日、YouTube にアップロードした内容と、政府等で対応してほしいですね。大体もう話たどっていったらね、もうこういう社会が出来上がっている以上、たくさんお金稼いでた連中の方が悪いことしてるんです。もうこれは昔からの絶対的な決まり。昭和63年に人材派遣業法ができた以上、もう絶対そうなの。で、家計だのなんだのっていう、もともと政府の高官だった人間とかがいろんな会社で正社員雇用になれてる。あとはもうみんな叩き落とされる。あとは大企業とかの子孫、親族、そういった人間だけは残れる。だから実力社会じゃないから次々仕事失敗する。大きな失敗。だからトヨタ秋夫さんですら叱られる。淡井圭介に。で、トヨタ秋夫さんは君ならもう叱られていいからっていうことで、ちゃんと言ってるんです。で、それは一部テレビでも流れました。わかる人はわかるんです。あ、彼のことも言ってるんだなって。だから警察官も精神病院に入院させられたりしています。だから警察官がまず自分たちがしていいことと悪いこと。だから警察官もね、司法を、警察官なんだから、自分たちで法律を覚えて、で、正直ね、もうこれ僕も法改正、コロコロあるから、正直僕ももう無理だと思うんですよ、これ。一般人。毎年六法全書買って、都政六法も買わなきゃならないから。本当は政令指定都市は都政六法の内容に従わなきゃならないから。だから現行法規と現代日本法規、僕一回安倍政権の時まとめたんですよ。安倍さんも CI だったから。岸田さんもそう。菅さんもそう。この国は、もうかなり以前から淡井圭介と会ったことのある人間しか総理になれないんです。本当に。もともとがもう手に負えないんですよ。同じ党の人間で。で、また総理、岸田さんの立場からしたら、自分が任命してしまった、この間言った文部科学大臣だったでしょ？髪の毛染めてるばあさん。海洋基本法すら守れんような人間が、大臣なんか務まるわけないじゃないって言って、1ヶ月ぐらい前から、もうちょっと前かな、もう何回も言って、で、YouTube にアップロードして、で、やっぱり内閣改造で降りてます。降ろされます。当たり前です。ちゃんと国会で僕は、総理などに、大臣クラスだと認められているんですよ。いいですか？各都道府県知事と同格ですよ、大臣。いいですか？その辺の社長じゃ、僕と同格じゃないですからね。いろんな社長の集まりの会長さんが大臣と同格だ、なんですよ。だから豊田章男さんとも、そういうふうなところで、ある程度間の人間も、淡井圭介のことの話で、本当の話を知ってる人は、一目置くんですよ。で、正直彼がああいうふうに言ってくれている方が、正直我々としても楽だって、まとも側の人は、本当に。
ああいうふうなややこしい、業界を潰すのって大変だから、絡んでくるやつらがいっぱいいるから。で、僕の今までの、絡まれてきた回数とか見たらもうびっくりするでしょ。だからどうせ L 業界の残党。で、サーグループとかもどうせ出たんやろ？エログループ。エログループ出たところからその坂目終わりや。もうええやん、それで。それぐらいせんかったら、お前らずっとそれ夜で金稼ぎしようとするんやろ？で、そいつが名前変えて今度報道に出てくるから。無理やから、そんな世の中。これは事実や。顔変えたりとかして。あの、男のコメンテーターとかもうほとんどの人間は信じれないですね。だって嘘でお金儲けしてるんですから。何年も前のニュースとか流して。ね。それで一般人よりも高級を得てたんですよ。もう政治とは完全に暴力団じゃないですか。だからもう、これ一回ね、本当まとも側の人間に気合い入れて、ニュースも報道をしっかり固めて、ね。今最新の、今のこの状況に合わせた、本当にその日起きた、事件とか、事故とか。またその裁判の様子とか内容とか。あのね、裁判所でカメラ入っていいんです。裁判官が認めれば。それを法務大臣が認めたらいいんですよ。そういう時そこそこありましたよ。今までテレビで。確か。あったでしょ？その世の中の方がいいですって。その方が裁判官も、ちゃんと法に照らし合わせて、正直、目上とかのね、人間の、親族とかの相手、裁判、被告人相手で、おじけづくかおじけづかないかとか、あると思うんです、正直。いろんなこと、ね、いろんな例を知ってきたら。怖いから。もうこう本音で話してくれたらいいんですよ。だけど、裁判所にテレビ局を入れることによって、テレビで生放送することによって、ね、裁判官が法に照らし合わせて、元々のね、判例の相場あるんだから、それに合わせて判決ビシッて言いやすくなるんですよ。それで社会的信用を得る。これがグッドな世界ですよ。ということで、皆さん、説明のところの部分を、しっかり読んでいただいて、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。本当にもうこんな世界無理ですよ。報道からですよ。もうガタガタですもん。昔からずっと。同じことずっとしていて、高級得て、で、高級取りのプロ野球選手と結婚してたんでしょ？で、本当にあんな年俸渡したの、渡してなかったのっていうところで、もうわからない。これ、引っ掛け問題かもしれないから。そういう人の顔とか撮ってた時期もあったから。本当はプロ野球選手にあんな年俸を渡していない、本当は建設費をこれだけかかってます。もうこの話したら、なんとなく、淡井さんもその、本当はあんな年俸をもらってないっていう話の方が本当なんちゃうかってみんな思うから、普通。東京ドーム848億円やから。固定資産税だけで、3億円は硬い、最初の方。老朽化して、固定資産税が目減りしなかったら建物の部分で。土地代も込みだから。埼玉のサッカーチームが、浦和レッズがなぜ、赤い悪魔って呼ばれたかって言ったら、サッカー界で一番高いスタジアム作っちゃったんです。700億円超え。最初からもうみんなの税金でサッカーしながら、給料くれって。これがサッカー。卓球とかも同じ。スポンサー料金？ピンハネされとんねん。みんな。人材派遣会社とかで。まだ言ってんの？こんだけエネルギーの残存量問題って言ってんのに。まだオリンピックって言ってんの？フィリーズ負けたやろ？当たり前や。フィリーズの選手や。ロンドンのオリンピックで野球の大会開きたいって。淡井圭介の話しっかり回しとけ言うとやろ、報道機関。そんなこと言うたら、お前終わりやぞって。巨大な横領仕掛けてきてる側やぞ。首謀犯やぞ、そんなことしとったら。日本を対岸の火事だと思うなって自分たちが金稼ぎできてるから、そういうことを気軽に言えてしまうんだよ。お金がない人たちのところにちゃんと目線を合わせて、その人たちがどれだけ苦しい思いしてるか、どれだけものすごく踏ん張って日々生きてるかっていうところ、しっかりと理解してあげろよ。また大量の税金使い込んで、建設費用で、アメリカでも、オリンピック開かれるの。あかんよ、一つもスタジアムなんか作ったら。体育館も。なしよ。エネルギーの残存量問題の方が上や。世界中とそれ国連レベルの話や。一アメリカで決めたらあかん。絶対あかんよ。建設費用でエネルギー。お金だけの話じゃないから。重機とか動かしてエネルギーがいるから。
解体するときもエネルギーいるの。学校にも体育館はある。バスケットボールぐらいならもともとそこも大したお金なんか回ってない。もうこんな気持ちな世界作ったらあかん、本当に。世界中で株高逆や。先進諸国どこも少子化進んど、なんで株高になんねん。全然分かってない。エネルギーの残存量問題を大真面目に取り組んで、みんな電車バス徒歩を使いましょうってなったら、先進諸国のほとんどの国の車は売却される話になるんだぞ。なあ、お金を動かしよう連中ら全然分かってん。まだ金遣い荒い、エネルギーの消費荒い。もうそいつらの口座国は差し押さえたらいいんだよ。日本確かそれしたはずですよ、安倍政権の頃。2016年に借金その年だけ下がってるんですよ。普通ありえない。税収っていうものある程度一定だから。いろんな大きな大手企業とかの口座を差し押さえたりだとか、もしくは海外のエロ業界と組んでたところを差し押さえたりだとか、それオバマ大統領と組んでしてもらってるから。どれぐらいの国が一緒になって組んでもらったのか知らないですけども、それ僕から言い出したんです。もう本当にその暴力団系の奴らに対して僕も本当に殺されかけたりしてるから、もうこっちもめちゃめちゃ腹立ってるんですよ。もうそいつらも片っ端から全員更生させんかったら本当にもう収まらない、こちらも。だから医療業界とか含めて。ごめんなさいね、もう何回も同じ話になって。もう同じ話になるんで、もうこの辺でやめときます。皆さんご協力のほど、チャンネル登録と、着信通知がしっかりと来るように。あと、テレビ出るとき全員偽名名乗んなよっていうことはしっかりと覚えとけ。本当に大臣の同格やぞ。お前らの会社の社長が言っても、淡雪さんに言われてるで。しっかりと身分証明書開示してテレビ出ろよ。警察官が、本当に警察手帳本物かどうかわからへんからな。もう昔からや。ちゃんと運転免許証の国家公安委員会、民間人も加わってるから、国家公安委員会はその任意のある運転免許証と今までどんなところで仕事してきたんですかってお互い話ししなかったら紛れ込んでるから。本当にでも全部調べ尽くしたら上の方もなえるから、警察官の中にこんなにいたのって。これが現実。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。